県内ではきょう新たに76人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました石巻市内のスポーツ団体ではクラスターが発生しました新たに感染が確認されたのは仙台市で45人上町で6人石巻市で5人大崎市、柴田町、七ヶ浜町でそれぞれ3人など合わせて76人ですこのうち、 石巻市内のスポーツ団体でこれまでに6人の感染が確認され県はクラスターが発生したと認定しましたこの団体に所属する28人のうち6人が陽性で換気が不十分な屋内で大人数で練習をする機会があったということです午後1時時点の確保病床の使用率は510床に対し24人が入院していて4.7% 仙台医療圏に限ってみると5.5%です。